はい、どうも水沢カンタです。お願いしますね。毎日は頑張っていきましょう。カンタです。お願いします。ということで、本日コア企画やっていきます。それぞれで動画を撮ろうという企画を準備していたんですけども、思いついたんですけども、まあ普通にやるのもちょっと嫌だなと思って、なんかトミーがねずっと企画を一生懸命やってる姿を近くで見たい、島に応援していたい、そしてやっぱ相方としてあれですね、近くにいたらやっぱ相方を気づいてくれると信じて、本日、まあ、僕らね基本的に移動はトミーくんの車でしてるんですけども、トミーくんの車の、まあ、後部座席のさらに後部座席に僕が隠れていたらトミーくん気づくのか、ちょっとね今日は丸一日ぐらいになるのかな、うん、後部座席にずっと隠れていようかなと思って、まあねトミーくんも一生懸命やってるのをね隠れて見てようかなと思いついてしまいました。東大元暮らし企画、もしもねトミーくんが外に出て車でね移動してる時に基本的に後ろの座席にカンタいたら怖いんじゃないっていうことで、今日はそんな企画をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、どうも水沢カンタです。お願いします。では一応頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。はい、ということで、本日、ずっとやりたかった企画なんですけども、ツッコミ込み込み、昨日思いついただろ、絶対。昨日絶対思いついただろ。ずっとやりたかった企画。毎日投稿でなぜずっとやりたかった企画を出さないまあ何をするかと言いますと、街を今からそれぞれドライブしまして、はい、まあこの時期、まああれなんですけど、まあ外の景色というか、うん、外歩いてる人とかを見て、突っ込んでいこうかなと。おで、まあ、それぞれの視点が結構出るんで、うん、まあ、トミーのツッコミって結構僕的には好きなんで、うん、それを100個ツッコめるまで帰れませんって。で、100個ずつお互いツッコんだら帰ってきて、うん、それが世にこう候補に出てくるんですね。そうですね。いや、俺ちょっとね、この企画いいんじゃないかなと思います。あー、でも気になるよね。うん。いや、いろんな人ともやりたいし、なんなら。あ、確かに、ね、いろんな人がそのいろんな場所行って、いいえ、なんとかでしょって言ったのをもう組み合わせたと思って最高だな。結構楽しいよね。うん、だそういうなんか違い、視点の違いとかもしっかり出るかなっていうことで、はい、もうじゃあ早速、そうそう、今日は別々のロケになるんですけども、うん、100個突っ込むんで帰れません。おやっていこうと思います。めっちゃ面白そう。ちょっと普段だったらちょっと失礼かなとか思うけども、企画としてそう言うとね、いろんな人とやろう、いつかそう、これちょっと楽しみ。やっていきましょう。はい。それではじゃあちょっと、ロケに向かいたいと思います。うん。じゃあとりあえずもう俺すぐ行っちゃうね。じゃあ俺は、じゃあ、普通に自分の車の後部座席で、うん、で、伊勢が横から撮ってて、はい。これ使っていいです、そしたら。一応。あとミビデオのカメラもあるからね。行ってきます。いや、絶対わかんないな。こっち側座ってた。本当にいける？絶対わかる。こうでもしないと。オッケーオッケー。完全に死角ではあります。入ってくる時もわかんないかな。ちょっと入ってきて。全力でやっとくわ。2冊。いや確かに。いや道端にランドセル落ちてる。ちょっといきなりおもろ状況あとは家近すぎるけど。確かに。これは今ね246から渋谷の方に入っていきますね。さあ気になるのあったらどんどん。さあそれでは、渋谷のあたりに参りました。これは今ね、246から渋谷の方に入っていきますね。数稼がんとやっぱ数稼ぐけど、米すごい大切。
やっぱ質問やっぱ質問、いや一生瓶担いでるおじさんいた終盤アルコール飲みすぎる人の終盤、いやああいうなんかその落書きとかなんかよくわからんポスターとかなんか公衆電話とかに貼るのちょっとセンサーの腹立つ、全員ちょっと絵うまい、ただの落書きじゃない、電話みたいな音鳴ってる確かに聞いたことないけど、うん、電話みたいな音鳴ってさ、いやゲロが乾いたままそのままになってる、だから渋谷はネズミが多いツッコミというかもう悪口、ゲロを掃除する人がいないそれは本当に干からびたゲロがそのままになってる、ハトとネズミが増える、いや落書きのセンスがいい、ギャルはミニ扇風機を持ってる、あるあるになっちゃったツッコミとか事実そっか、それはそうか、事実、いやむずっ、おかしいだろってやっぱり言えないな怖くて、いやセンター街若者の流行の発信地みたいな感じだけど意外と薬局が多い、なんで、いやあそこの甘栗売れてんの見たことね、あ店長知り合いだから言ってます、大丈夫です、今のは悪口じゃないです、ジョークです、いや渋谷にいるやつは俺のことを知らねえ一人も、この矢印は落書きなのか道しるべなんかわからん、いや落書きなんかどれ、このたくさん矢印ない、黒のやつはもうどっかあったみたいなんかっぽいよね雰囲気しますね、まあ、なんかアベマ TV がなんで、うん、アメーバ TV じゃないかっていうのを、うん、なんか調べたら、うん、なんかアメーバ TV っていうのがどっかの国のサイトでもあって、うん、なんかドメインとかアドレスがもうなんか登録されてたから、うん、アベマに変えたらしいです、いや知識量えぐいないや、あ、ツッコミの材料にされたいや、ここのここにクリスマスにできる青い洞窟、彼女と生きてかと思った、まずはじめに着いた瞬間にこの座席を下げるんだもん、本当に予想外だった、トミーは渋谷のね、あの HMV、 やべかみやべ、 HMV があるんですよ渋谷に、で僕らのグッズが今日発売するということでそこに行きましたね、いや足ちっちゃい、誰用の足なの、足置いてください、いや誰用なのあ俺のサイン、なんでここじゃん、もうここじゃん、自分のグッズ売り場気づかんのあここじゃん、びっくりした、俺らのサインあるぞ、あここか、オルタナさんのサイン、ぜひ皆さんで売り切れてなんの、今回のじゃないグッズ、まだ制服着れてた頃の俺らのやつが寄りで撮ったおい寄るなダメいいいやアバウトすぎて何もわからん、いやどこ行こうかな、建物名一個も書いてない、番号で覚えてるやつ一人もいねえこの世に、いやそんな言っていいかわからんいや誰かが買ったものもやっぱいらんってなってる、いや、あそこにステッカー貼れたやつめちゃくちゃ高身長、どうしよう、なんか原宿の方とかもぐるっと行きますか、そうそうしようか、じゃあ原宿の方出してください、確かに、いやオレンジデイズの見過ぎでツタは全部かっこいいちょっとさ
カンタに言って、あれするちょっと、50。50で。人が減って全然、難しい。いや、そんなにたくさん自販機並べても需要割れちゃうでしょ。最後で。ああ。いや、自販機一箇所にたくさん置いてあるところ全然意味ないから。もう散らさないと。ちょっと家に帰りたいと思います。お疲れ様でした。びっくりした。お疲れ様でした。すごいいいツッコミでした。今ツッコんでない。ちなみにびっくりしたとは言ってた。実はずっと後ろにいました。え、いつから？ずっといました。え、ずっとそこにいたの？そう、ちょっと体調崩すぐらいいた。影やん、俺の。いやよかった。いやなんか意外とここ見ないんだなっていうのをすごい痛感した。見ないだろ。そっちに行くにはこの椅子どけないと入れないんだよ。はい、ということで、見事、トミーくんは50個のツッコミを成功しました。ありがとうございました。そこじゃないでしょ、動画絶対そこあんま使わないでしょ、どうせ。ちゃ俺はね、後ろでちょっと笑っちゃいそうになったのも多くて困った。いや、キモ。え、ずっといたの？ずっといた。入れんの？そこずっと。ずっといた。いや、キモじゃん。キモです。はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。